視聴ありがとうございます。着付け教室ルリードです。今日はまだ間に合うママフリを着る人に確認してほしいこと6選、これをお伝えしていきたいと思います。私も毎年成人式の着付けの現場に行かせていただいてるんですけども、当日対応しきれないこと、でも事前に知っとけば防げたのになっていうことが結構あります。今日はですね、そんなあれこれをまとめてみました。まだ成人式まで少しお時間がありますので、今のうちにぜひ確認していただいて、成人式当日を完璧に楽しく迎えていただきたいと思います。で、最後に当日ね、寒い日が多いですので、寒さ対策もちょっとお話ししております。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。では1つ目、事前に確認しておいてほしいこの1つ目なんですけど、着るご本人、お嬢様のお母さんの振袖なんだけど、今はおばあちゃんの家にあって、それを一式送ってもらうって方も多いと思います。で、その後送ってきてもらったものをあまり確認せずにそのまま着付けの現場にっていう方多いんですけれども、これはぜひ一度開けて確認をお願いしたいと思います。勘違いで違うものが入ってたりとか、本数が足りなかったりっていうこともありますので、まず開けて事前に確認をするようにしましょう。2つ目は足袋でございます。足袋もお母さんのサイズのまま持ってこられる方結構いらっしゃるんですよ。足袋にサイズがあるってことをご存じないとか、そういう方もいらっしゃいます。で、だいたい成人式の荷物って何日か前に病室とか着付け室さんのところに持っていく場合が多いんですけれども、その時にチェックしてても足袋のサイズがご本人のものかどうかってわからないので、これは当日履いてみて、あれちょっときつくないですかっていうことで、あ、お母さんのなんですっていうことが結構過去ありました。で、寒い日にきつい足袋を履くってもう苦行のような辛いことになります。結構足元がピチピチってね、しんどいですから。なので足袋はお嬢様のサイズのものを揃えるようにしてください。で、きついのが苦手な方、ストレッチ足袋って言って伸びる足袋もあります。見た目は普通の木綿の足袋なんだけど、ちょっとストレッチが効いていて伸びるっていうタイプもありますし、見た目もがっつりなんかジャージ素材みたいなもので伸びますよっていうものもあります。なのでですね、そのあたりお嬢様と相談しながら、ぜひジャストサイズのものを選んであげてください。あ、靴と同じサイズで大丈夫と思います。3つ目はですね、草履です。草履もお母さんのものを使うっていう方結構多いんです。ママフリの場合もほとんどそのまま使われることが多いんですけれども、実は草履ってとっても劣化しやすいんですよね。見た目なんともないと思って持ってこられるんですけど、いざ履き出したら底が取れるとか、鼻緒がすっぽ抜けるとか、表面がエナメルの場合ですね、エナメルがポロポロ剥げてくるとか結構あります。結構あるんですよ。もう20年以上前にお使いのものだったので、そういう劣化っていうのがありますので、ぜひ草履は見た目大丈夫そうだなと思っても、お家の周りをしばらく履いて歩いてみてチェックをなさってみてください。で、ちょっとはやっぱり履いてみて劣化が見られるなっていう場合はまだ間に合いますので、今のうちに買い替えをおすすめいたします。4つ目はですね、長襦袢です。長襦袢はこの着物の下に着てるものですね。この着物の下に着てるこれ長襦袢です。で、長襦袢で注意してもらいたいのが大きく2つありまして、1つはちゃんとその振袖の長襦袢をご用意ください。これたまに着物がお好きな方のお家とかだとあるんですけど、長襦袢もたくさんあるので、開けてみたら振袖は袖が長いんだけど、ここの袖がね長いんだけど、この下の長襦袢は短いもの、普通の着物用のが入っていたっていうこともたまにあります。この丈はどうしようもないんですよね。歩いてる間に飛び出してきたりとかしますので、中で当日安全ピンとかで止めとくってこともありますけども、必ずお揃いの長襦袢ってあると思うので、振袖に沿ってるやつをですねお持ちください。で、あとこの半襟ですね。長襦袢にはこの襟を別布でつけて使うものなんですけれども、これがですね、私1回あったのが両面テープで取り付けをしてありまして、その両面テープも多分お母様が使った時のままだったんですよ。なんで触ってる間にポロポロポロって両面テープが剥げてきて、この半襟が取れたっていうこともあります。あとしっかり縫ってはあるんですけど、お母さんが使ったそのまましまってあったらしくて、ここがですね黄色く変色してたっていう場合もあります。
皆さんお着物はよくチェックされるんですけど、下の長襦袢をね、なかなかチェック忘れることが多いので、長襦袢はこの袖丈とこの半襟周りがきちんとしてるかどうか今一度チェックをお願いします。はい、5つ目はですね、襟芯です。下に着てる長襦袢のこの半襟の中に芯をですね、こういう細長いちょっと固めのものを入れて、この襟のカーブをキープしてるんですけれども、襟芯をですね、真っ二つに折ってくる、そういう方いらっしゃいます。もしくは真っ二つに折ってあって、それをそのまま持ってくるっていう方いらっしゃいます。確かに襟芯って結構細長くて、持ち運ぶのどうしようっていうぐらいなんで、こう折りたい気持ちは分かるんですけども、できればくるくる巻いて持ってきていただくか、外側ですね、荷物の外側包むように、折らないようにお持ちいただけると着付け師さんは助かります。はい、次、最後6つ目でございます。6つ目は小物の数です。小物、例えば紐とか、あとタオルですね、そういうものは必ず指定された枚数を準備して持って行ってあげてください。例えば紐ね、昔は何本できたから今もいけるだろうとかではなくて、着付け師さんによってどこに何を使うっていうのも違います。でタオルもお嬢様の体型に合わせていろいろ補正に使ってくれますので、何枚とか何本って書いてあったら、必ずその本数を揃えて当日臨んでいただけるといいかなと思います。あとは三重貝紐といいまして、こういう紐の真ん中にゴムが3枚連なっている、こういうアイテムも最近の飾り結びではよく使います。普段のね、お着物、お太鼓結びではもちろん使わないんですけども、振り袖の時の帯結びってもう後ろ今モリモリにしますので、その時にこれがあると着付け師さんはいろんな結び方をしてくださいますのでですね、ぜひこの三重仮紐も忘れずにお持ちください。では当日の寒さ対策についてです。成人式の日はどうしても気温が下がっている日が毎年多いんですけれども、この着物の下に着るとしたら、襟ぐりが大きいもの、ハイネックとかもちろん見えますので、じゃなくて結構襟ぐりが大きく開いた、七分袖とかそういうインナーでしたら着ることは可能です。で後ろもですね、紋を抜くって言ってこう襟を開けてきますので、あんまり後ろも詰まってると着物から襟が見えるとちょっと不細工なので、そういうのではなくてちょっと大きく開いたものでしたら下に着ることは可能です。着物は重ね着なんで、この辺胴体はそんなに寒くないんですけれども、やっぱり首元と手首と足首はめっちゃ寒いです。で首元はこうモフモフを皆さんつけられる方が最近多いですね。で手元は下にインナーを着るとか、アームカバーをされるといいと思います。手袋しちゃうと最近皆さんスマホを触られるのでちょっと面倒くさいと思いますので、長袖を下に着るか、ここにアームカバーをされるといいかなと思います。手袋よりはアームカバーの方がスマホが触れて便利かなと思います。で最後、足元ですね。足元は寒くてもタイツやスパッツは履かない方がいいです。でその代わりハイソックスですね、足袋の下にハイソックスを履いておかれるとめちゃめちゃあったかいです。で足袋の下に履く専用のこの先っちょが足袋みたいに分かれている、こういうハイソックスも売ってますし、1回しか履かない時もったいないなっていう場合は、普通のハイソックスの上から足袋を履いても大丈夫です。ちょっと分かりにくいですけど、こうハイソックスを履いた足ですね、親指と人差し指のところをこうへこませて、その上から足袋を履くといい感じに履けると思いますのでね、こう普通のハイソックス履く場合は1回へこませてから上から足袋を履いてみてください。はい、今日はママフリで気をつけていただきたいこと6点と防寒対策をお伝えしました。どうだったでしょうか？準備はバッチリでしょうか？まだしばらく時間がありますので、このアイテム足りないなとか、足袋のサイズね、見落としてたわっていう方、ぜひもう一回チェックしてみて、成人式当日を楽しみに迎えてください。この動画が気に入ったらぜひ高評価とチャンネル登録もお待ちしています。ではまた。